オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。この番組ではアンサンブルアンフランセが運営するフランス情報サイトフランス365に掲載された最新ニュースの中から厳選した一件をお伝えしておりますが、本日はモード界の皇帝カール・ラガーフェルド氏が85歳で死去について、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それではここから、モード界の皇帝カール・ラガーフェルド氏が85歳で死去についてご紹介いたします。2月19日火曜日、シャネルをはじめとするファッションブランドのデザイナーなどを務めたカール・ラガーフェルド氏がパリで死去しました。モード界の大御所であったラガーフェルド氏は、シャネルの2019年春コレクションのフィナーレに欠席するなど体調不良が心配されていました。若くからモード界の皇帝ラガーフェルド氏は、1930年代にドイツのハンブルグで生まれ、早くからその才能を開花させました。小学生時代から他の生徒とは混じらずに髪を伸ばし、授業中は手を止めることなく絵を描き続けたといいます。1950年代末からジャン・パトゥーのデザイナーを務め、1983年にはシャネルのデザイナーに抜擢されるなど、モード界でその才能を発揮しました。ラガーフェルド氏とシャネル。1983年のデザイナー就任時は、すでにフェンディやクロエのアートディレクターを務めていました。当時のシャネルは経営危機に陥っていた中、ラガーフェルド氏は復活を誓って、当時のトップモデルらをミューズに立て、ブランドを改革しました。その後、1984年からシャネルは売り上げが伸び、2017年には営業利益80億ユーロ、およそ1兆47億円を達成するまでに成長しました。モード、大衆ファッション、写真、演劇。ラガーフェルド氏は、高級服飾デザインの他にも様々な分野で活躍しました。フランスのフランク・リステール文化大臣は19日、ラガーフェルド氏がモード界の男であると同時に、文学を愛し、写真を愛し、あらゆる芸術を愛した男だったとその死を悼んでいます。リステール氏はまた、ファッションの中でも高級ブランドにおけるフランスの愛着を体現する偉大なアンバサダーであったとラガーフェルド氏を評価しました。ファッションの民主化に貢献。ラガーフェルド氏はファストファッションの H&M とコラボレーションするなど、ファッションの裾野を広げることにも貢献しました。他にはサッカーのフランス代表ユニフォームのデザインも手掛けました。人間味がファンを引きつけた。作家のパトリック・モリエス氏はラガーフェルド氏について、距離の取り方と皮肉の混ざり具合が人を引きつけ、モードのファンを生んだと解雇します。1970年代後半にモード界のトップとして活躍する中でも、ラガーフェルド氏は以前からのユーモア精神を失うことはなかったといいます。ファッションデザイナーに年齢は不問。ラガーフェルド氏の人間性を示すエピソードとして年齢詐称騒動があります。ラガーフェルド氏は自身の年齢を隠しており、
最近まで生誕した年は1930年から1940年の間ということしか判明していませんでした。自称では1938年生まれとして、2008年9月10日には生誕70周年のお祝いを行いました。しかし、実際は5歳サバを読んでいたことが、後にドイツの新聞に掲載された知人の証言で明らかになりました。この騒動後もラガーフェルド氏は、母は1938年生まれを間違えて1933年生まれとしたんだ。3と8は似ている。1933年生まれでもなく、1938年生まれでもない。1935年の半ばくらいだと発言するなど、本当の年齢は煙に巻かれていたのです。年齢はともあれ、モード界の巨匠の死に追悼の意を示したいと思います。では、ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。それではお聞きください。Mort du dernier empereur de la mode, Karl Lagerfeld, à 85 ans. Mardi 19 février, Monsieur Karl Lagerfeld, créateur de marques de mode, dont Chanel, est décédé à Paris. Monsieur Lagerfeld, acteur majeur du monde de la mode, était absent de son défilé haute couture printemps-été 2019 pour cause de maladie. Depuis sa jeunesse, empereur du monde de la mode. Monsieur Lagerfeld est né à Hambourg, en Allemagne, dans les années 1930 et a mis très tôt son talent à profit. Depuis l'école primaire, il avait les cheveux longs et ne se mélangeait pas aux autres. Pendant les cours, il dessinait sans arrêt. À partir de la fin des années 1950, il travaille pour Jean Patou. En 1983, il est nommé directeur artistique de la maison Chanel et démontre son talent dans le monde de la mode. Karl Lagerfeld et Chanel. Lorsqu'il est promu dessinateur pour Chanel, il était déjà directeur artistique de Fendi et Chloé. Alors que Chanel, à l'époque, frôlait la fermeture, Monsieur Lagerfeld a promis de la ressusciter, de réformer la marque en élevant les top modèles au niveau d'égérie. Depuis 1984, le chiffre d'affaires de Chanel a augmenté. En 2017, son bénéfice d'exploitation s'est élevé à 8 milliards d'euros. Icône
de la mode, géant de la photographie et du théâtre. Monsieur Lagerfeld était actif dans divers domaines, outre la conception de vêtements haut de gamme. Frank Rester, le ministre de la Culture de France, a fait un hommage à sa mort en disant que Monsieur Lagerfeld était non seulement un grand homme de la mode, mais aussi un amoureux de la littérature, de la photographie et de tous les arts. Démocratisation de la mode. Monsieur Lagerfeld a également contribué à élargir les horizons de la mode en collaborant avec H&M. En outre, il a également travaillé sur la conception du maillot de l'équipe de France de football. Son humanité attirait ses fans. Pour l'écrivain Moriès, c'est son mélange de distance et d'ironie qui a su séduire et attirer ses fans. On dit aussi que Monsieur Lagerfeld n'a jamais perdu son sens de l'humour, que l'on remarque aussi dans son jeu d'acteur à la fin des années 1970. L'âge n'avait pas d'importance pour le créateur de mode. Son acte de naissance a été falsifié. Monsieur Lagerfeld cachait son âge et, jusqu'à récemment, tout le monde pensait qu'il était né entre 1930 et 1940. Selon lui, il était né en 1938 et a célébré son 70e anniversaire le 10 septembre 2008. Mais en réalité, le témoignage d'une connaissance postée dans un journal allemand a révélé qu'il cachait son âge en soustrayant 5 ans. Après ce tumulte, il a déclaré plus tard « Ma mère a confondu 1933 avec 1938 comme année de naissance. C'était plus facile de faire un 8 qu'un 3. Je ne suis né ni en 1933 ni en 1938, mais vers le milieu de 1935. Il essayait ainsi d'entretenir une confusion concernant son âge. Peu importe l'âge du maître de la mode, je présente toutes mes condoléances. セバスチャン先生、ありがとうございました。カール・ラガーフェルド氏、生前の写真を拝見しましたが、サングラスとシャツの襟が特徴的で、モード界の帝王の風格を感じました。ラガーフェルド氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方には、マンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方はぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしています。この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。